皆さん、こんにちは。チカチカ、キラキラ、ギラギラ、ピカピカ、すべて光を表現しますが、どんな光だと思いますか？チカチカしているは、光が点滅している様子です。歩行者用の信号が青から赤に変わるとき、青い部分が何度か点滅します。その様子を信号がチカチカしていると言います。他にも蛍光灯や電球が壊れたり、古くなったりして点滅していることも、電球がチカチカしていると使うことができます。また、強い色や光を見て目が痛くなることを目がチカチカすると言います。こちらの画像は皆さんの目がチカチカしないように色を暗くしていますと使うことができます。キラキラしているは光が輝いている様子です。クリスマスの時の綺麗な飾りをツリーがキラキラしていると言ったり、草についている朝露が光を反射していることを水がキラキラしていると言ったりすることができます。星が綺麗に輝いていることも、星がキラキラしていると言います。こちらは、星がきらめいていると言い換えることもできます。また、女性が振り向いたとき、イヤリングがキラッと光ったということがあります。キラとはとても短い時間、綺麗に光ることを表します。ギラギラしているはとても強い光です。ギラついているという表現もありますが、あまりいい意味ではないので、人には使わないようにしましょう。真夏の日差しがとても強い時に、太陽がギラギラしていると使うことができます。ピカピカしているは、綺麗に磨かれて光っている、または光っているように見えることを表します。綺麗に磨かれた車をピカピカしていると言ったり、丁寧に隅々まで磨くことをピカピカに磨くと言ったりします。また、新しいという意味もあります。新しく学校に入る人、特に小学1年生のことをピカピカの1年生と言います。さらに、ピカとはとても短い時間光ることを表します。キラッと似ていますが、ただ光った時はピカ、綺麗に光った時はキラと使い分けます。雷は光る時間が短いので、雷がピカッと光ったと使うことができます。いかがでしたか？キラキラとピカピカは人の服やカバンなどを褒めるときに使うことができますが、チカチカやギラギラはあまりいい意味ではないので、人には使わないようにしましょう。地域によっても言い方がいろいろあるので、星や太陽の光をどう表現するのか、話のネタにしてみてはいかがでしょうか。